当動画をご覧いただきありがとうございます。河野大病院児童精神科より子どもの心ラボ最新動画をお送りいたします。ここまでのシリーズ同様、できる限り分かりやすく丁寧な説明を心がけていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回は子どもの心身の健康にとても重要な要素の一つ、睡眠についてのお話です。皆さんは心身にとっての理想的な睡眠時間について考えたことはありますでしょうか。厚生労働省は必要な睡眠時間には個人差があるとした上で、成人では6時間以上、小学生は9時間から12時間、中学高校生は8時間から10時間を推奨していますが、この睡眠時間が小学生高学年から崩れていくという実地調査でのデータが存在します。これは必要となる睡眠時間が短くなるという生理的な変化だけではなく、勉強時間の増加に加え、インターネットやゲームなどの選択肢が増えていくことに要因があるということを想像することができます。例えば皆さんは徹夜明けなどではイライラしたり、衝動的な買い物をしてしまったり、必要以上に食べてしまったりすることはないでしょうか。大人であっても子供であっても、睡眠時間が短くなることで心身は負債を負うことになります。この大切な睡眠を十分にとることができない障害、それが睡眠障害です。ではここで DSM-5 における睡眠障害の判断基準を見ていきましょう。床に入ってもなかなか寝つけない、入眠困難。眠れないよ。夜中に何度も目が覚める、睡眠維持困難。はあ、起きちゃった。早朝覚醒があり入眠できない。ああ、もう朝か。このような症状が1週間に3夜以上かつ3ヶ月以上続いた場合、 DSM-5 では睡眠障害と判断しています。睡眠障害は子どもたちに食欲不振、成長の遅れ、注意力の低下、肥満、行動上の問題、イライラ、多動、衝動行為など様々な影響を与えることになります。この睡眠障害に対し、頭ごなしに早く寝なさいと怒鳴りつけてもうまくいきません。現代っ子の周りにはスマホやゲーム機など簡単に夜更かしできるものがたくさんありますし、ネットを通じていつでもどこでも友達と連絡ができてしまいます。私たち大人にとって大切なことは、十分な睡眠をとることができない子どもたちの考えに理解を示し、心理的な悩みをよく聞き受け入れてあげることです。そして睡眠衛生の大切さについて話し合うことが重要でしょう。ここで睡眠衛生の指導法として、厚生労働省の健康づくりのための睡眠指針12箇条について簡単に紹介させていただきます。この睡眠指針12箇条は、早寝早起きを促し、崩れてしまった睡眠と覚醒のリズムを再調整することが主な目的となっています。詳細は他の動画で深掘りさせていただきますが、今回は朝日を浴びることが睡眠衛生の改善にとても大切であるということを覚えていただければと思います。子どもの心身の健康において睡眠はとても重要な要素の一つです。しかしながら、皆様がご存知の通り、睡眠を阻害する要素、勉強時間の増加やゲーム、スマホ、SNS、ネットなどが子どもたちの周りにあふれています。学校や社会、
そして家庭ができる限り子どもたちを理解し、健やかな生活を維持できるように配慮していきたいものです。はあ、よく寝た。おはよう。今回の動画はここまでとなります。睡眠障害にまつわるお話、睡眠と ADHD や ASD との関連性、睡眠と薬物療法、睡眠指針12箇条とはなどは他の動画で紹介させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。